南北戦争中に第一軍団の名称が用いられた北軍の軍団は三つあった。一つは、アレクサンダー・マクックが指揮したオハイオ軍、カンバーランド軍所属の部隊。一つは、ジョージ・モーガンが指揮したミシシッピ軍所属の部隊であるが、存続期間は、それぞれ1862年9月29日から、同年11月5日、1863年1月4日から、 同年1月12日までと短期間であった。もう一つが、ポトマック軍及びバージニア軍に所属した第一軍団であり、北軍の中でも最も有名かつ戦闘経験豊富であり、また多くの有名な指揮官がその指揮を取った。この記事では、ポトマック軍第一軍団を記述する。第一軍団の指導は1862年3月13日であり、 リンカーン大統領がジョージ・マクレラン少将に対して、霊下のポトマック軍に軍団の編成を命じたことによる。第一軍団の最初の軍団長はアービン・マクドウェル少将であり、3個の師団から構成されていた。当初の目的は、半島方面作戦への参加であったが、南軍のストーンウォール、ジャクソンのシェナンド渓谷における活動が、 ワシントン DC の安全を脅かすと考えられたため、第一軍団はポトマック軍から離れ、フレデリックスバーグに残された。しかし、6月には、霊下の第二師団をポトマック軍に派遣している。この師団は一時的に第五軍団所属となりゲーンズミル及びグレンデールで激しく戦った。師団長のジョージ・マッコールョ将と、 1> 第1旅団長のジョン・エフ・レーノルズ巡将は共に捕虜となったが、8月に行われた捕虜交換で解放された。ペンシルベニア予備役師団は7日間の戦いの後に、再び第1軍団に戻ったが、続いて、ジョン・ポープ少将のバージニア軍の所属となり、バージニア軍第3軍団と解消されて、第2次ブルランの戦いに参加した。その後ポトマック軍の所属となり、 第一軍団の名称に戻った。第一軍団は、ポトマック川を渡って、メリーランド州に入り、ジョセフ・フッカー軍団長の下にサウス山の戦いと、アンティータムの戦いに参加した。9月17日のアンティータムの戦いでは、第一軍団は、トウモロコシ畑とダンカー境界付近で大損害を受けた。フッカーも、前線で負傷し、 第三師団長のジョージ・ミードショ所が一時的に軍団の指揮を取ることとなった。レイノルズは一時的に第一軍団を離れ、出身地であるペンシルベニアで民兵の訓練を行っていたため、メリーランド方面作戦には参加していなかったが、10月に第一軍団に戻り、軍団長に就任した。第一軍団第一師団の防止の起承6週間の 間に3度の戦闘に参加し、第一軍団は大きく消耗した。しかし、新たな志願兵連隊の到着により補充が行われ、11月までには戦力は回復した。軍団は東部戦線屈指の北軍の名称といわれるレーノルズ少将に引きられ、ロバート・イーリー大将の軍とフレデリックスバーグで戦うために南方へ移動した。 フレデリックスバーグにおいては、レイカの3個師団のうち、ジョン・ギボンの第2師団とミードの第3師団は、町の南側で、ストーンウォール、ジャクソンの軍団と戦ったが、アブナーダブルデーの第1師団は、予備として残された。チャンセラーズビル方面作戦では目立った活動は、していない。第1軍団の最後の主たる戦闘は、ゲティスバーグの戦いである。 1863年7月1日、第1軍団は戦場に到着したが、その日に、軍団長のレーノルズ少将は戦死し、第3師団長、ダブルデー少将が指揮を引き継いだ。第1軍団は、猛烈に戦ったが、南軍の第3軍団及び第2軍団のローズ師団に圧倒された。結果第1軍団は、 市内から撤退し、セメトリーヒルに防衛線を引いた。翌日、第6軍団第3師団長のジョン・ニュートン少将が、第1軍団の指揮を取ることとなった。この移動は論争となるところであり、先人であった、ダブルデーの気分を大きく害した。ニュートンは戦闘の残りの間指揮を取り続け、ピケットの突撃を頓挫させただけでなく、 11月27日から12月2日のマインランの戦いでも第一軍団長を務めた。1864年3月24日、南北戦争における第一軍団の歴史は終わった。消耗が大きかったために、従来の3個師団は2個師団に再編成され、ポトマック軍第5軍団に吸収された。バージニア軍第3軍団長。ありがとうございます。